出町子供歌舞伎引山社祭は、富山県都並市中心市街地にある出町新名宮の春季祭礼で、子供たちが引山の上で歌舞伎を演じる。4月16.17日とされていた上演日は、2009年より4月29.30日に変更となった。日本全国に残る素人歌舞伎の中で、全国8カ所に伝承されている引山子供歌舞伎山の一つである。 引山城の舞台で子供たちが歌舞伎を演じるところが特徴で、この地方でかつて盛んだった浄瑠璃と引山が結びついたものが始まりと言われる。舞台で演じる役者たちは小学生の男女で指定された各所に引山を移動し、工場を述べた後その年に選んだ下台を演じる。第二次世界大戦以前の演者は男の子だけで行っていた。 1649年に町立てされた、出町地区にて、江戸時代中期の天明年間より、引山は行われていたとされるが、出町の倉宿であった、後藤神兵衛の書道具屋具会入れ帳には、天明九年西町引山の大進出来と記されていることから、天明九年、または、完成元年より、西町によって行われた説が有力である。また、 三町の引山が揃ったとされるのは、1911年の五島家三代にわたる吉京町に、100年前の3月16日より18日までの春祭りに、西町、東町、中町の三期が出て、引山の子供芝居が行われたとあり、西町の引山創建から22年後の1811年には三期が揃い、その上で子供芝居が行われていたとされるが、 1856年の五島家三代にわたる吉協調には、当庁も引山歌舞伎芝居三丁ともできと記されている。1968年まで三丁すべてが引山を出して子供歌舞伎を演じていたが、翌1969年より毎年一丁ずつの交代制都市、その年の当番町が数カ所の公演場所を順番に回り、歌舞伎を演じる。なお、 1988年の出町引山200年祭には20年ぶりに山頂が歌舞伎共演を行った。1967年には都並市指定文化財、その後2002年2月24日には富山県の無形民族文化財に指定されている。なお、保存解明は都並子ども歌舞伎引山振興会である。また2006年に都山の文化財百選に選定され、 2009年には文化功労表彰、文部科学大臣表彰を受けている。富山県内では、主に江戸時代から明治期にかけて九カ所、イスルギ、今イスルギ、七期、戸出一期、ナメ川二期、ウオ十一1期、浦山三期、ニ禅二期、水橋一期、フシ国府下町一期で、歌舞伎引山が建造され、舞台上で子供引山歌舞伎が演じられていたとされる。 しかしその後次々と廃絶し、昭和に入り現在まで継承されているのは、ここで町のみとなっている。なお、なお廃絶した八ヶ所のうち、イスルギ、ニューゼン、トイデの引山の一部は分解され保管されており、イスルギの河原町の歌舞伎出しは、引き出せる形で現存し、昭和63年6月20日に、小部市の有形民族文化財に指定されている。 祭礼 1>, 1日目には、当番町が早朝より準備にかかり、午前9時30分準備会場より、おねりと言われる子供役者たちのお披露目行列を、出町新名宮まで行いお祓いを受ける。お祓いを受けた子供たちは神様のよりしろとされ、そこからは大人たちに担がれて引き山へ上がり、新名宮での奉納歌舞伎を行い、その後当番町以外の二丁の各所を中心に巡り、 午後9時頃まで歌舞伎を演じる。公演を行わない2丁の引山は各町の屋外に展示し、夕方の公演場所では3丁引き揃えが行われ、当番町の引山を真ん中に挟み3期が並び、役員や来賓の挨拶、子供たちによる三味線の演奏発表などの後、当番町による子供歌舞伎公演が行われる。二日目は当番町の各所を中心に巡り、 富山の上演後には、舞台上から子供役者たちによる持ち巻きが行われる。なお、舞剣の場合は、隣市出町子供歌舞伎引山会館内ホールや、町内の寺院内で演じられる。また、28日午後や夕方より、稽古上げとして1から3カ所で演じられるほか、5月初めには、同時期に、毎年同士の隣チューリップ公演で行われる。 ミチューリップフェア会場内、公園に隣接する都並市文化会館、また、都並市、出町子ども歌舞伎引山会館などで、子ども歌舞伎の特別公演を行っている。2020年3月17日、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、関係諸団体はこの年の開催中止を決定。引き続き2021年の祭礼も、中止年、代替事業として、都並市、 出町子供歌舞伎引山会館前での引山三期の展示と出町新名古屋での歌舞伎の中の舞の奉納などを行う予定である。出町に浄瑠璃を伝え子供歌舞伎と結びつけるもととなったのが、天保の頃に京都で浄瑠璃を学び出町の若者に伝えた水島村の新州をやは、正満寺の住職と言われ、浄瑠璃はこの地に根付き盛んに行われるようになった。 その後、江戸末期から明治中期にかけて黄金期を迎え花、開き、この頃には、一口浄瑠璃知らぬは、男の恥とさえ出町では言われた。現在では子供たちのシャミ戦教室、浄瑠璃教室などを開くなど後継者育成も行っており、祭礼中の山頂引き揃いでは子供たちによるシャミ戦の演奏発表、毎年11月には、出町浄瑠璃大会などが開かれている。 出町では遅くとも1811年より以前に3期の引山舞台にて子供芝居が行われていたことがわかっているが、最も古い西町の引山では子供歌舞伎と共に人形浄瑠璃が行われていたことがわかっている。しかし人形浄瑠璃は1888年頃まで継続されたものの、その後、大正の初め頃までは単発的に行われるだけになり、 明治中期から廃れていってしまい、現在では行われていない。現存する浄瑠璃人形や資料は、都並市出町子ども歌舞伎引山会館や都並郷土資料館に展示、保存されている。また、中町も人形浄瑠璃を単発的に行っていたことが分かっている。出町に受け継がれている歌舞伎の下台は25円目以上ある。当番町によって前年に、 下大の選定と決定がなされ、衣装、カツラ、小道具などの準備が始まり、冬休みに入ると稽古始めとして、顔合わせが行われ、台本の読み合わせにより配役を決定し、指導者のもと、セリフ回しや、所作などの厳しい稽古が始まる。祭礼当日までは、土日を中心に、春休みにはほぼ毎日行われ、祭礼前日の28日には、 稽古上げを行い祭礼当日を迎える。なお工場、浄瑠璃語り、三味線などの生やし方、国威は大人が務める。子供歌舞伎の衣装は各、山形がそれぞれ保管しているが、これは出演する子供たちの親たちが自前で衣装を作り寄贈したためである。全国各地の引山子供歌舞伎で衣装やかつらを自前で準備しているのは、全国的にも出待ちだけの特徴である。 2015年には、手町初お目見えの下代、釣り女が演じられた。引山三期の構造は、ほぼ同じ作りの二層構造となっており、上層は、白木や漆塗りなど拡張特色のある音の作りで、全部が舞台になっている。他地区の歌舞伎引山との大きな相違は、舞台全部の二本の柱が取り外せるようになっており、演じ手の邪魔にならずに演技が行えることが挙げられる。 引山城層庫部と三木とも白木造りの仮装は楽屋となっているが仮装部は現在使用されていない。屋根は切り妻造り、中城以外は二重屋根で、現在のように道幅が広くなかったため、家の軒などにぶつからないよう三木とも折りたたみ式の稼働屋根になっているが、西町引山は1999年の改修によって固定式に改められた。車輪は三輪。 または四輪の断じ利用式である。第二次大戦後に各町に引山をそのまま保管できる山蔵が、できるまでは火災による全焼回避のため、祭礼が終わると解体し部材ごとに箱に入れられ、町内の幾人かの個人宅の蔵に厳重に保管されていた。なお、引山には釘やカスガイは一切使われていない。現在は2009年に開館した都並市。 出町子供歌舞伎引山会館にて、3期すべてを常設展示している。クロルール塗りの降覧と、見返り彫刻の関宇読書図以外は、塗りが施されていない白木の五点が特徴である。降覧と五点はクロール塗りで、彫金の金具が施されているのが特徴である。降覧は、シュールし塗りで、五点はクロール塗り、3期のうち唯一全部の降覧中央が開いており、 そこに花道を接続し、全部より役者が登場できるのが特徴である。2009年10月10日、都並市、出町子供歌舞伎引山会館が、都並市、出町中央に完成し開館した。愛称は、夢っ子ホール。今まで3期の引山は、祭り当日以外各町の山蔵にて保管されていたが、数年を通じて、人々に見ていただきこの祭りの継承、引山保存。 また町の賑わいの核を担う役目を目的として建設されたものである。二階建ての開館正面入り口前には大きな日差しがかかり、三期の引山を並べて展示できる引山広場になっており、祭礼前に行われる稽古上げではこちらで上演される。館内は緩やかな周り階段を用い三期の引山をいろいろな角度から見ることができ、歌舞伎賞、かつら、ハッピ、 西町で使用されていた、浄瑠璃人形、引山の部品、資料などが展示されている引山展示室、全国各地の引山子供歌舞伎祭りの紹介、都並市の都並夜高祭り、獅子舞などの伝統文化の紹介、富山県内の引山などを紹介する、情報展示コーナー、約200人収容の芝居小屋風の多目的ホール、研修室などがある。また館内には、 引山保存会の事務局があるほか、館内入り口には、都並市観光協会も移転し業務を行っている。なお東海館は2010年12月16日に、中部建築賞協議会より第42回中部建築賞を受賞している。ありがとうございます。